今ちょっと緊急で動画回してます。というのも今日ちょっと YouTube の撮影があったので、たまたまちょっと時事ネタといいますかですね、ニュースがあったので、ちょっと僕なりの、そうですね、考え方の何かシェアになればなということで、ちょっと収録しております。僕も初めてちょっとお名前伺ったんですけども、昨今 X で、川口ゆりさんというアナウンサーの方ですね、が、異性に対するですね、今だとどういう言い方していいのかわかんないですけど、夏場だから、ちょっと体臭とかがあるから、お風呂入ってほしいというところをツイートしたところですね、所属事務所からの謝罪文と、契約解除というお知らせを、上がってて、それで旧ツイッターですよねがそれをリツイートする形で結構議論が沸き起こってるので、せっかくなら僕の経営者としての側面といいますか、個人の一見解ではあるんですけど、ちょっといろんな見解があるんだよってところの何か学びになればなということで今収録してますと。まず僕の結論としては、これ賛否両論あるんですね、それやりすぎだとか至極マットだとあるんですけど、僕自身としてはまず結論としては、これはもう致し方ない企業の判断なのかなというのが僕の結論です。というのもその根拠なんですけども、もういろいろありますけども、まずその方がですね、一般人ではなくて、いわゆる公人であるっていうポイントが1点目ですね。プライベートのツイートではないってことですね。一応オフィシャルマイクといいますか、企業に雇用されたアナウンサーという立場であったことが1点目。で、2点目が、逆だったらどうなんだって時ですね。例えば男性が、女性に対する何か体臭だったり、外見に対するものですね。もう発言した時に、基本的には今の世の中的には多分罰せられるでしょうというところで、いわゆる男女平等っていう、逆の意味の平等って意味で言うと、これは致し方ない流れなのかなというところ。この2点が大きく僕が伝えたかったところですね。補足的に3つ目、企業としてですね、所属タレントを守るっていうのが、基本的には雇用っていうところで言うと企業のところではあると思うんですけど、もっと大きな意味で言うと、企業というのは社会の後期ですから、そもそも応援される企業なのか、そのアナウンサーが読み上げたニュースを以降お客様視聴者が聞けるのかといった大きな目線で見た時には、やっぱり3つ目、これに関してもやっぱり企業側には致しかない事情もあるのかなと、この3つでちょっと構成したいと思います。で、まず1点目、まず公人であったってことですね。これは実は私にも言えまして、もう私もおかげさまで YouTube 8万人弱おりまして、で、言っても企業の社長であるというところで言うと、やっぱり一個人の見解では済まされないところがあります。いくら自分がプライベートだと言い張ってもですね、じゃあ例えば異性の問題でトラブルを起こしていいのか、金銭問題トラブルを起こしていいのか、お酒飲んでしまったからって暴れていいのか、ちょっと違うと僕は思ってますと。やっぱりご本人の職業選択ってところでも、そういった立場を選んだって意味で言うと、やっぱりそこら辺は自分だけの目線ではなくて、ちょっとそういったマクロな視点も持つべきだったんじゃないのかなというのが、もう僕も自分の自戒の念も込めて一つ目思いました。一方でこういった主張もあると思います。例えば X って誰の会社かっていうと、イーロンマスクさん。で、イーロンマスクさんは言論の自由というところを推奨はしてはいるんですけども、あくまで僕の見解で言うと、それは個人の一意見としては OK です。ただ何かの団体に属してたりとか、タレントだったり政治家だったり公人であるっていうところは、一応その軸も持つべきじゃないかなと。で、それに対してプラスの影響が出た場合はもちろん自分が享受できるでしょうし、マイナスの影響が出ても今回みたいにこれは自己責任で考えて発言っていうのはすべきなのかなと。そこら辺の振る舞いっていうのも公人公っていうところで、インアウトではなくてアウトインの視点というかは持っておくべきだったんじゃないかなというのは次回の念も含めて思いました。で、二つ目。男女平等という文脈で、男性が女性に対してスカートの長さがどうだとかですね、それこそ化粧がどうだとか、髪の長さがどうだとか、おそらく今炎上すると思います。僕も一切そういうことしません。いわゆる丸々ハラスメントですね。っていうのであれば、逆もしかりであっていいのかなっていう意味で、あくまでですね、男女平等という、人間平等という意味で言うと、これも致し方ない意見としては、企業も個人も受け止めなきゃいけないのかなというのが二点目ですね。男性がツイートしたらどうだったかなというところです。で、三つ目、企業としてですね、僕も会社やってるから従業員のことを守るっていうのはもちろん、最大限やるべきことですけども、さらに会社の周りですね、これはステークホルダーとか言ったりしますけども、銀行さんだったり取引先だったりお客様だったりですね、あとはビジネスパートナーだったり、あとその雇用されてる方の家族だったり、いろんな方の協力だったりですね、目があって経営してますので、確かに雇用を守るべきだろう、タレントを保護してあげるべきだろう、それはそうなんですけども、今回の事象に関しては、じゃあテレビアナウンサー、マスメディアと言われたりしますけども、そういった立場である以上でニュースキャスターが読み上げる原稿が今後、世の中の人に受け止められるかっていうところで言うと、やっぱりですね、なかなか企業としても、どちらをちゃんとその公平性といいますかですね、1個目2個目の僕の論拠もありますけども、っていうところを踏まえると、悪くないものは守ってあげたらいいと思うんですけども、確かにいろんな論調があるっていうところで言うと、企業としても致し方ない部分があるのかな。で、ただ企業もプライベートカンパニーですから、上場企業ばっかりじゃなくて、要は自分の差配で雇用できる会社はこの世の中に400万社ぐらいあります、日本に。ってなると、別に今回川口さんもですね、この企業からは解雇されたかもしれませんけども、おそらく助け舟を入れてくださる企業もあると思います。そういった違うポリシーを持った会社ですね。TV であれば、別に個人の
何か活動が立たれるわけじゃないと思ってますんで、雇用される側もする側もお互いマッチするところに今後行けばいいと思ってますし、そのじゃあマッチした企業がダメなのかって言ったら、そこを見てくれる、応援してくれる同じ価値観の視聴者もいるはずですから、そういった活動をすることがお互い、まあ、いいのかなと思ってます。昨今ですね、差別廃止とかポリコレとかいろいろありますけども、多様性とかもですね、本当の多様性って僕はですね、その人のことを言わないってことです。内政不干渉ってよくあると思うんですけど、基本的には自分のことだけをやってれば、人様がじゃあそれ黒が白だとか白が黒だとかっていう筋合いはないと思ってて、まあ、本当の多様性っていうのは自分の多様性を主張するだけじゃなくて、人の多様性に対しては何も言わない。だからそういったところを選べば、本当の多様性、差別廃止っていう意味で言うと、みんながハッピーな世の中になると思ってますし、深口さんもハッピーで、その会社もハッピー、その辺を見てる視聴者だったり取り巻くステークホルダーの方もハッピーっていうところに属せれば、基本的にはどっかには必ず再起するところもあると思ってますんで、僕は本当にそれも含めて中立的というかっていうところで、今回の動画も含めてですけど、中立的というかあくまで僕の意見で僕はこう思ってますよ。でこの方がどのようにね転籍されたりとかですね、復活されるかも僕は本当に応援してますので、でもちろん傷つけられた方もいらっしゃると思うんですけども、今回幸いだったのが特定個人の攻撃じゃなかったんですね。それが非常に良かったなと思ってますんで、皆さん自分が言われた気になった方はですね、少なくとも個人ネーム入ってませんから、僕らにできることっていうのは、僕も男性ですなんで、ちゃんとね朝シャンするとかデオトラント使うとか、まあ、そういったところは確かにマナー、人と会う時にね、僕もいつも YouTube で言ってますけど、やっぱ外見っていうのは最終的に内面が最初に現れた部分、あと体臭とかもねできるところはあると思いますんで、病気の方はもちろんしょうがないですけど、そんな感じで我々ももう自戒ですよね。人に言われるんじゃなくて、自分たちがそれぞれケアしていけばいい世界かなと思ってますんで、これも僕の発言なんで、何かの思考法といいますか、足しになればと思います。ということで、いつも言ってますけど、これ別になんか人様をね悲しませるために撮ってるわけじゃないので、ここから何を学べるかっていうのが、せめてものこの罪滅ぼしといいますか、成仏させることだと僕は思ってますから、この議題を批判するのではなくて、分析して、じゃあ自分たちは何ができるんだと、面白がってリツイートするのはいいんだけど、まあ自分たち人生が少しでも良くなるように何か課題に変えられたらなと思って、今日僕はちょっと発信、あえて普段やんないんですけど発信してみました。ということで今日はですね、緊急動画でもうごめんなさい一本撮りです、テロップとかもないと思うんですけども、もう僕のありのままといいますかお話ししました。もちろん賛否両論あると思いますんで、まあ、それも含めて多様性だと僕は思ってますんで、もうどうなるか分からないですけど、僕もちょっと今日久しぶりにこういった発言してみました。本編動画といいますか通常動画も上がりますんで、引き続きご視聴の方お願いします。ありがとうございます。